写真拡大。侍ジャパン壮行試合、高校日本代表、大学日本代表が26日、神宮球場で行われ、試合は5対5の引き分けに終わった。大学日本代表の生田勉監督は、高校日本代表の先発大船渡の佐々木を、正直、度肝を抜かされたと絶賛した。生田監督は、引き分けに終わった一戦を、去年の高校代表の選手にもびっくりしたが、今年はそれ以上に力のある選手がいた。正直、ここまで苦戦、負けゲームなのですが苦しめられた高校生は素晴らしいと正直思ったと、高校代表の実力を認めた。最速156キロの直球で1回無安打2三振無失点の好投を見せた先発の佐々木については、佐々木くんのボールで正直、度肝を抜かされた。大学生が日米野球も大変素晴らしい投手がたくさんいたが、それ以上のボールを投げていた。あれで皆が動揺してしまったと、称えるしかなかった。悲願の世界一を狙う高校日本代表に向け、指揮官は甲子園もとても暑かったので、しっかり疲れをとってベストコンディションで世界一目指して頑張っていただきたいとエールを送っていた。小西旅子西。